JR 伯備線沿線の鳥取県日野町、日南町などでは、午前8時過ぎの日野町の撮影スポットです。あちらの高台にはすでに多くの鉄道ファンが集まっています。4時前ぐらいなんですけど、東京から来ました。ヤクモだけのために来ました。緑ヤクモ、ヤクモ1号ですね。はい。日野町の根宇駅と黒坂駅の間、通称根宇黒と呼ばれる撮影スポットには、今日未明から大勢の鉄道ファンがカメラを構えていました。撮りました。緑ヤクモバッチリゲットできました。やっぱラストランなんで、みんなで気持ちよくマナー守って終わりたいですね。はい。マナー悪い人は本当にごく一部だと思うんで、もう全て撮り鉄が悪いっていう国にはちょっとしてほしくないかなって思います。撮り鉄をめぐっては、381系のラストランが近づくにつれ、線路に侵入して撮影する危険な行動や沿線の迷惑駐車などトラブルが絶えませんでした。しかしその後、撮影スポット近くに撮り鉄専用の駐車場が整備されるなど、地域との共存対策が取られ、その効果もあって今日は大きなトラブルはありませんでした。ところで沿線にはこんな人も。一番のこだわりというのは、やはり JR 西日本に許可をいただいたということ。このヤクモのエンブレムに入れてもらったのが本当に嬉しかったですね。緑ヤクモのデザインが施された軽自動車、日南町の庄山駅前でガソリンスタンドを経営する鉄道好きの社長が、およそ80万円をかけ JR 公認で特注のラッピングをしたレンタカーです。先月から貸し出しを始めたところ、これまで鉄道ファンを中心におよそ20件の利用があり、今日も予約が入っていました。現物ね、見れなくなるのはちょっと寂しいですよね。今日も私も時間が合えば庄山駅のホームにでも立って写真撮ったりしようかなと思ってるんですけどね。うちのレンタカーを支えてくれたのも愛好家の方かもわからんし、感謝ですよね。381系の旧型ヤクモ、鉄道ファンの心にその雄姿をしっかり刻んだようでした。